面からそのままじゃないよ、脱いできたよちゃんとちゃんと脱いできましたよ。間違った少々お待ちくださいね。よし、はあ、無事に4公演が終わりました。はあ、もういいよねもういいよねって頑張ったよね頑張ったよね、よく4公演やったよね私頑張ったよね。いや本当に、やなんかよく頑張ったね。ありがとう、仲いい、ゆしさん。ありがとうございます。リハ含めたら7、8公演やってんじゃない今日は、アナクリととっておきのね、リハくらいかな。あと、昼夜の間に2曲ぐらいやったぐらいかな。今日はそんなリハいっぱいやったわけじゃないんだけど。あ、でも朝、そうだ、朝、とっておきのフリ入れみたいな感じだったから、そうだね、朝からフリ入れしてきたね今日はね頑張ったよ、やったよ4公演わあ、お城だ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。もう本当にさ、普通に考えただけでさ、いつ休むんだろうみたいなもう結構ね、考えると絶望しちゃうから考えると絶望しちゃうから考えないようにしてたんだけど、もう目の前の一個一個を全部こなしていくっていう、もう考えちゃうとこの今日明日のスケジュールをね、配信して公演やって、配信して公演やって、配信して配信して公演やって、配信して公演やって、配信してしかもこの体調でなんてできんのかなって考えたらめっちゃ不安になっちゃうから、もう考えないようにして、目の前の起こることを一個一個潰していくぐらいの気持ちでやってましたでもなんか4公演やってみたけどなんか4公演、なんかやっぱさ、1公演目はちょっとね、体調もまだ一番悪かったし、その4公演の中だったら一番悪かったし、体がねまだすごい慣れてなかったからさあれだったけど、4公演回数を重ねれば重ねるほど元気になっていくっていう謎の普通はどんどん疲れが溜まっていくはずじゃないですか。でもね、逆にね、どんどん、あ、これいけるわ、逆に1回目がちょっともうしんどすぎたけど、そこからはもう、あ、いけるいけるいけるって思ってそう、なんか疲れていくどころか4公演やればやるほど元気になってった
元気になっていきました。よかったです、本当に乗り切れた、よかったね。すごい皆さんにもいっぱい応援してもらって、いや本当なんかメンバーがめちゃくちゃさ支えてくれてるおかげでさ、はじめましてありがとうございます。なんとかできましたもうちょっとこれ本当に頑張って1位取らないと、ここなんかもうここまで、まあ公演と配信は別だけどね、別物だけれども、別物だけれどももうなんかもうここまで頑張った、だからもう1位取らなきゃ1位取らなきゃって思う、ほんと逆にあ、ありがとう中井みーさん、ありがとうございます、ありがとう中井だよ、ありがとう、あー釣りもありがとう、しんさんありがとう、みんなありがとうございますありがとう、もうここまで頑張ったんだからもう1位取らなきゃ本当もう1位取らなきゃって思う、うん、この間1位ずっと取れてるね。そうでも最後でさ逆転しちゃうの知ってるからさ喜べない、まだ全然、もちろん嬉しいけど、もう頭が回んなくなっちゃう頭が回んなくなっちゃうよ、すごい。でもさやっぱさ夜公演はさ同期が多かったからさ、すごいなんかわちゃわちゃしてた、昼より昼よりわちゃわちゃしてる感じがしたまあね確かにそうだね、体調崩したのってくれるパフォーマンス、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとねほんと咳だけねほんとどうにかならなかったかねって感じなんだけどさ、ほんとすいませんね、お見苦しい姿をいっぱい見せてしまって、そう体はもうねめっちゃ元気になったからあれだけど、ほんと咳だけ全然収まんなくて、うんーなんですよ、喜びにかけてありがとうございます。そうでも本当になんか喉が痛いとかじゃないから、喉が痛いの咳じゃないから、それだけ結構本当なんかどれだけ咳をしてもどれだけ咳をしてもっていうのも変だけど、どれだけ咳してもあの喉を痛めるみたいなことなかったから大丈夫。おいるくんありがとうね、来てくれてありがとう。そうなんかねゼーゼーしてんのめっちゃ、そうなんです、だから喉の感じじゃなくて、そうその咳だけでね残っちゃうんだよね、コロナの時もそうだった、コロナの時ももう全然体治ってんのに咳だけ治んなくて、でもそうでもコロナの時それで咳収まんなすぎて病院行ったので、なんか漢方となんか咳止めみたいなのもらったんだけど、それ飲んだら1日で治ってえ待って収まったやんみたいな、1日飲んだだけで治った。だからそう今もう薬もらってた分がなくなったから、明日からはちょっとそれめっちゃまだ残ってて、この前さ捨てるか迷ったの、
その席さ止めるやつ捨てるか迷ったんだけど、ちょっとまた席出たら困るしなって思って取っといてたんだよね。ちょっとそれ飲んでみる今日からまだね、そう今はあの熱出た時のお医者さんからもらった薬が残ってたから、なんか飲み合わせ的な部分でもどうなのかなって思って飲んでなかったんだけど、ちょっと飲んでみる。いやほんと捨てなくてよかった。めっちゃ、正直邪魔だったのすごい。もう1ヶ月分ぐらいもらっちゃったのに1日でさ飲っちゃったからさ、めっちゃいっぱいあってどうしようって感じだったんだけど、飲んでみよう。本当にちょっと席だけあれだったけど、でも4公演できてよかった。本当にできてよかった。みーちゃんたくさん目あったしね、めっちゃ目あったね、ありがとうなんかもう私が何かあった時のために一応なんかはるかがスタンバっててくれてたらしいんですけど、もう私が完全に無理ってなって出られなくなった場合、はるかが出られるようにはしてくれてたみたいなんですけど、そうでもさやっぱりさ、もともとさ私が出る予定でさ組んであるものだからさ、そうファンの皆さんもさ、いやあのなんかすごいね、いやはるかのファンの方には逆に申し訳なさすぎんだけど、私が出すぎてはるるん出せって絶対思われてるだろうって感じなんだけど私が出すぎててね、もともとのスケジュール的には私が出る予定だったから、そういやもうさ、まあ、変わってもらえるなら変わってもらった方がいいですよレベルだったかもしんないけど、しないけど、しないし変わってほしい気持ちもなくはなかったんだけどなくはなかったんだけど、やっぱり自分の中でこうなんか配信をやるのに公演お休みするっていう選択肢がどうしてもできなくて、なんで配信やってるのに、いやだって正直 MC を交代してもらうことすら結構躊躇したいレベルだった。だって配信ではこんだけ喋ってんのになんで声の MC できないのって感じじゃない、私はねそう思っちゃう自分で。だからなんか本当はもう公演の MC も交代してもらっちゃってること自体が結構あんまり自分の中では納得してない。いや優しさで変えてもらって、もちろん優しさで変えていただいてるんだけど、そうでもなんか自分の中ではなんだ全然配信でめっちゃこんだけ喋ってんのにMC は喋れないのみたいなとか、まあ公演出ただけあれだけど、でもそうれいちゃん可愛かったから OK。 そうだよね、ちょっといつもは逆に私が喋りすぎってことですよねそうだし、そうだから配信してるのに公演お休みするっていう選択肢が私の中にはなかったし、それは本当になんかね、うーんって感じだったから。だしもともとのスケジュールでね、私が4公演のさ予定だったわけだからさ、こう私まあハルルン見たいんだけどって思ってる方はいっぱいいたと思うけどいっぱいいたと思うけど、もともと私が出る予定で私に会いに来てくれてる方もまあ いてくれてるわけじゃないですか、いらっしゃるわけだから、なんかそう思うとね、せっかくミミに会いに来たのに、いやハルルンかーってなることはないだろうけどさ、ないだろうけど、でもせっかく私に会いに来てくれてる人がいるのに出られないっていうのも
ごい、申し訳ない気持ちになっちゃうなって思ったから、ちょっと無理してでも4公演はやりたかったし、やりたかったし、やっぱそのさっきもさ、もうここまで頑張ったんだから配信もう1位取らないとって気持ちになるじゃないですか。なんかその自分で自分の背中を押すじゃないけどさ、これ頑張れればもう何でも頑張れるなみたいな、なんかそれもすごい大事だと思うし、みんなの背中もね、なんか私がそうやってイベントも公演も全部頑張る姿を見たメンバーとか、まあファンの皆さんも本当にそうだけど、なんか体調こそね万全ではなかったかもしれないけど、なんかそういう頑張ってる姿をなんか見て、ちょっとでももうなんか自分も頑張らなきゃって誰かのことを思わせられるんだったら、本当に頑張る価値があると思うから、だから多少無理してでも絶対やりたかったから頑張りました、頑張っちゃいました。はい。ね、倒れそうだけど倒れないよ。倒れてらんないからさ。倒れたいくらいだけどね、もう今すぐにでもうわーって。反動、いやでも多分ここから今はまだ大丈夫だけど、ここからこのアドレナリンが引いた時に多分めっちゃ疲れくると思う。自分も頑張ろうって悩むで嬉しい、みんながそう思ってくれれば嬉しい、頑張ったかいある。頑張ったかいある。今日も早く寝てね。うん、早く寝る。明日もだって朝から配信しなきゃいけないから。公演が終わったとて配信は続くからさ。それはもう本当に頑張らないといけない。残り2日。でもさ、うわー、祭りだ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 、おみくじだ、わいしょい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 、すごい、ありがとうございます。わいしょーい、ありがとう伊賀さん、すごい、なんだこのお祭りすごいぞ、もう城にみこしにクリスマスツリーにトナカイに。何、もうすごいことにある、ご褒美。ありがとうありがとう、ご褒美がすごすぎんのよ、ありがとうございます、ご褒美。ありがとう。もうでもさ、配信はさ、私はねそんなにさ大変じゃない、私はそんなに大変じゃない、でもみんながそうやっていっぱい頑張ってくれるから私は頑張れてる。ありがとう、本当にありがとうございます、すごいよ、もうありがとう。これはみんなで頑張らなきゃいけないからね、あとはね。そう、でもまあとりあえず4公演無事に終えることはできたんだけれども、配信はまたあと2日続くし、で配信終わったからフーとはなんないんだよね、次の日も公演あるから。はい、私もう年内最後まで出させていただきますので、27も30もね、
そう、なんか大体27、30でメンバーどっちかで公演納めなんだけど、ちょっと私はね、あの例外でちょっと両方出ることになってまして、ちょっと2日間とも出るから、最後までお供します。ありがとう、ありがとう。そうだから、あの配信が終わったからってほうともならない、あと2公演あるから。でもね、せっかく、まあ、イベントの次の日公演あるから、イベントの次の日にはみんなで喜べたらいいなって思うので。だってもうさ、27はさ夜公演だけだから、きっとその時間にはもう結果出てるじゃんね。だいたい次の日のお昼過ぎぐらいに出るじゃないですか、最終的な結果って。最終的な結果が多分もうその夜公27の夜公演の前に多分分かると思うから、なんかそこでちゃんといい結果で27の公演嬉しい気持ちで出たいよねっていう嬉しい気持ちで出たいから、最後いい結果を残せたらいいなっていう気持ちですね。その日の公演のモチベーションにだいぶ関わると思うのでやっぱ年内ね、いい気持ちで終われるように頑張りたいね。ね、そう、あ、そう、でもあの、なんだっけ、ちょっと待って、あ、そう、あのね、ビス風お洋服が無事に届きました無事に届きましたので、それができそう。平日来れなそうだからこの配信が最後。あら、でもそうだよね、もうあと今日はこれ土日は最後の配信だもんね。はい、間に合いました、よかったよかった、届いたみたい。ああ、ありがとう仲いありがとう仲いい文ちゃん、ありがとうございます。そう、それが届いたから、それ26にやりたいね、26にやって、26にやって、そのまま最後を迎えたいかなその格好の状態で。いや、よかったよ、ほんと届いて。今劇場から帰ってきた、ありがとうね、来てくれてありがとうございます。何か言いかけたんだけど忘れちゃった。うーん、なんだっけ。サンタさん、両席ありがとう、どういたしまして、どういたしまして、いいとこだったねえ、何言いかけたんだっけ、思い出したいな。うーん、あ、思い出しました。あのさ、
いや別に違う違う、そあそうそうです、じゃなくてそのはい、何なんですかあの MC は。困りましたよ、照明さんまでバッチリやっちゃって。本当にさ、えやばかった、びっくりしたんだけど、本当に照明がグイーンってこっち向いて、恐ろしすぎたんだけど本当に。なんで照明まで動くんだ。あれは生誕祭の時に使う照明でしょ。生誕祭の時スピーチする時の照明だよあれ。本当にびっくりした、もうここのライトがさ最初にさグワーンってこっち向いてさ、バッ、おかしいおかしい。本当にやめて。でほんでもってみんなうまいんよ、みんなうまいよ、私絶対やんなくていいやつだよねこれみたいな、これ私にあと最後何を言わせたいんだろう逆にみたいな。困った、本当本当に困った、もう良くない、これでこれで良くないみたいな。もう私言うこと何もなかったですよね。いや本当に誰もボケないのにさ、私をオチで使うだなんて本当ひどいよ。本当ひどいよ、やめてよ。だってこんだけさみんなさうまいこと言っといてさ、何を私に最後に言わせようとしてるの、しかも正面までこんなになっちゃって、どうしようって言うんだよ、もう何も言うことなかったよ、それ変な空気になったじゃんもう。やめてよ、クリスマスに大滑りさせられたよ。クリスマスに大滑りしちゃったよ本当に。何を言うのが正解だったの本当。え、なんかいやもうさ、みんな普通にさ上手すぎてさ、上手すぎて逆にこの流れでやるの気まずかった、その最後、いやまさか照明がつくとは思ってなかったけど。ってなかったけど、逆にみんな上手すぎてこの流れで逆になんかやりたくなかったかも、うん、みんながネタに走ってればやる、うん、そう、まあそうですかね。今日みんなガチだったもんね、だいぶ迷った、だいぶ、だってもう普通にみんなちゃんとやってるから、え私あと何すんのって感じだった。みんなでもなんかすごい結構キュンキュンって感じだったから、ツンにしてみた、ツンにしてみたけど、後からあの何、私が何でも叶えてあげるねみたいな風にすればよかったってちょっと思ってた。みんな結構キルキルって感じだったから、ツンにもうその時もう何も考えられなさすぎて、もう大滑りする覚悟でしかないと思ったから。だからここまでハードル上げられて無理無理、何をやったってそのハードル、もう上がりきったハードルを超えることはできないと思ったから。みんな甘々だったからツンにしてみたけど、すっごいなんかちょっと締まり悪くないって感じだった。締まり悪って思ったけど、私なんかそんなにみんなね甘々な感じなんだ、
私がサンタさんで、私がサンタさんでみんなの何でも叶えてあげるよくらいの方が良かったかなって結構マジで考えた。終わってから終わってから考えたけど、あれはちなみにあの私がサンタで私がサンタでみんなはトナカイのつもりで言った私の行きたいところに行きたいところに全部連れてってもらって全部連れてってもらって、はい、みんなトナカイの設定で言ってた くたばれやばい、あのピンスポ当たってくたばれはやばいよ、もうただ口悪い人だよそれはできないよいや逆に何を言うのが正解だったのって感じだけど、感じだけど、それ今ここで聞いちゃったら普通にショック受けそうだから、もうこれで終わりにする。これでいい。もう終わったことは終わったことはもうこれでいいよ。ここでなんかこう言えばよかったんじゃないっていうか、マジレス来たらもうただへこむだけただへこむだけだからねもうあれはあれでいいということで。いや全員 MC はねやっぱむずいよねしかもなんかもっとさこうポン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 っていく感じかと思ったらみんな結構ちゃんと言うから急にすごいどんどんハードル上がる感じだったよね。これ楽しかった、ありがとうございます、ありがとう来てくれて、うん、ね、みんなやればできる子だからみんなやればできる子たちだから、はい、でもなんかすごい良かったね、クリスマス公演楽しかった。何気にカホちゃんがとんでもない、カホちゃんの発言はもう公演終わった後もめっちゃメンバーに結構言われてましたえ、だってさいつもね公演終わり反省会するんだけど、今日の反省会の内容そこの MC だった別に反省とかじゃない、反省っていうか振り返り反省会という名の振り返りでしたね、はい、この人のが面白かったみたいな本当そんな感じだったまあいいですね、はい、皆さんに楽しんでもらえればいいんです、ね、私さそれでさ何もうさすがに4公演目でさ疲れ4公演目でさ疲れてたのかさ、最後さ夜公演、今日のさ夜公演のさ渡り鳥でさ一周しなきゃいけないとこ半周しかしなくてさ一人だけ後ろ向いてたんだけどめっちゃ恥ずかった激恥ずでした。なんでだろう、今までそんな間違いしたことなかったのに、渡り鳥のイントロで一人だけ後ろ向いててお、なんか変だなって思ってやった。あちゃん、なんだっけ、ちゃん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 の入るところ
わかる。いつのマナみたい。みんな気づいてなかったね。じゃあいっか。ただ回転するのめっちゃ遅かった人みたいなね。そういうことにしておきましょう。あのさ、なんか渡り鳥のチャン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 の後後ろ向くの、ほんと後ろ向いて、なんだっけ、タタタタタタ、夜明けが見えるって入るわけですよ。でその中後ろ振り向かなきゃいけないやつを一個工程を飛ばして先に後ろ向いちゃって、先にこれをやろうと思ったらあれちょっと違うな音がってなってでやりました。大焦り、ほんと。誰か止め合った？いや、合ってない。うん、合ってない。火のと会いかけた。火のと会いかけたけど、やばってなってすぐ前向きました。それぐらいか。でも今日はね、まあずっと同じポジションだからね、私はね、混ざったりみたいなのはないから大丈夫だけど、うん、なんとかなりましたね。なんかただサンタ着てる人みたいになっちゃって、もうさ、もうやめれない。あと1時間あるのにもう喋れないよ。はあ、でもね今日ね寝たんだ、さっき。そのなんか昨日もうね、もうさ、昨日からさずっとさ、スタッフさんがさめっちゃ心配してくれて、その体調もそうだけど配信もあるのもね、そう心配してくれて、で昨日安藤さんがさ公演終わりにさ、耳明日もいるよねって言われて、明日もいますって言ったら、なんかしてほしいことあるって言われて、してほしいことしてほしいことあるって言われると難しくないですか。え、何、肩もみとかそういうしてほしいことって言われると難しかったから、あ、全然もう大丈夫です、特にないですママか彼氏かそう、全然あ大丈夫ですって、そう明日も頑張りますって言ったんだけど、そしたら今日安藤さんがなんか別室、そう楽屋のね、あの近くにも別室みたいなとこがあるんだけど、別室開けておいたから、なんかそこに簡易ベッドも、わあ、待ってすごいすごい、トナカイすごいんだけど、すごい、これ今さみんなさ何が起きてんの。みんなが同じ時間に10時になったらトナカイ投げようみたいな。10時になったらトナカイ全員で。すごいメリークリスマス、ありがとう、みんなありがとう、すごい時間合わせてくれたの、10時になった瞬間に、ありがとう、メリークリスマス、ありがとう。すごい、わーすごい、ありがとう、ありがとう、いっぱいトナカイ、
ありがとう。もう今だけでトナカイ何体流れたんだろう。すごい。もう大群れ、群れできた。ありがとうございます。ありがとうみんな、すごい。みんな一斉にやってくれたんだ。ありがとうございます。時間合わせてくれたの。ありがとう。世界中のトナカイ来た。すごい。もう一気にサンタがいっぱい。すごいすごい。トナカイになったよ。ありがとう。みんな耳の言うことを聞いてくれるんだね。みんな耳の言うことを聞いてくれるんだね。ありがとう。じゃあ1位になりたいな。1位になりたいな。知ってた。知ってたし、絶対みんなも同じ気持ち。同じ気持ち。安藤さんにはお願いできないけど、安藤さんには大丈夫ですって言ってたね。ありがとう本当に。そう、でも安藤さんはなんか別室と簡易ベッドを届けてくれたよ。そう、なんか全然何かしてほしいことあるって言われて、全然何もないです、ありがとうございますって言ったら、今日朝着いたら別の部屋にハイベッド置いといたから、昼夜の間そこで寝ていいよって言ってくださって、そうだからさっきあのなんか静かな部屋で配信してたの、昼夜の合間メンバーがいない別の部屋で配信してました。そう、昼夜の間がね45分ぐらいしかなくて、そういつもだったらめっちゃあるんだよ昼夜の合間の時間。でもさ、このね2日間に限ってね、あのリハがめっちゃあったから、普段昼夜の合間ってさ人も変わらなければ演目も、ね、変わらないからリハほとんどやらないんだけど、ほんとたまたまこの2日間だけすごいリハがめっちゃ集まってて、だから今日の昼夜の間も45分しかなかったの休憩時間が。その間に、あ、でも、まあ、ヘアメイクは別時間で、ヘアメイクの時間、そう別室行っちゃうからメイクさんに何時に帰ってくればいいですかって言って、そのメイクに必要な時間逆算してもらって、自分が使える時間が45分あって、でも45分全部配信するも良かったけど、せっかくベッドとか用意していただいたし寝れるなら絶対寝た方がいいと思ったから、そうだから20分配信して15分だけ寝た。そう、ベッドで15分寝ました。いや、うん、15分寝ただけもめっちゃ結構違った。あ、そうそうそう、そのうち20分配信しました。てか普通にご飯食べたかっただけなんだけど、そう、もうお腹すきすぎてもうご飯食べる暇もなく夜公演のリハだったから、そうで私さ、あのこれはまあ自分の中での問題なんだけど、その昼公演前いつもご飯食べないからさ、普通にお腹すくの昼公演終わった後。だからいつもだったらもう昼公演終わったらもう速攻でご飯食べるんだけど、でもリハもうご飯食べる時間もないまますぐ夜公演のリハって感じだったから、もうお腹すきすぎて寝たいけどお腹すきすぎてご飯も食べたいしみたいな、でそのご飯も食べたい、配信もしなきゃいけない、寝たい。それを全部45分で叶えるにはああするしかなかった。20分ご飯食べながら配信して15分寝ました。
昼夜の合間。そう、でもさ、いつもならさ劇場にさあのチキンが届くんだけどさ、チキンことしなかった。それだけがとっても心残り。私クリスマスなのに家帰ってきて肉まん食べてたんだけどいいけどね、別にクリスマスに食べる肉まんも。でもチキン食べたかったな。チキン食べたかった。チキン食べないクリスマス初めて。ケーキも食べてないケーキもなかった。こんなに頑張ったのにチキンもケーキもないクリスマス過ごしてて悲しい。涙出てくる涙出てくるよ。いや思ったよ、ファミチキね。いやうん思った、せめてコンビニでちょっとさ、コンビニケーキ冷めたチキンせめてちょっとコンビニに行ってクリスマス気分味わおうとか思ったけどさ、ちょっとコンビニに行く気力ももうなかったコンビニに行く気力もなくて家にあった肉まん食べたはい、迷ったけどね、コンビニ行くか。すごい、そうなんかクリスマスパーティーとかさできたらよかったけど、メンバー同士でねピザとか頼んだりしてね、そういう感じでもなかったからね。それこそ安藤さんにお願いし、いや思った、メンバー全員のためにもお願いするべきだった。それは何かしてほしいことある、そうですね、チキンをお願いしますあの時言うべきだった悔やんでも悔やみきれないあの時言うべきだった安藤さんに「チキンとケーキで」わそれだわ、絶対。お願いすること、それこそ安藤さんにお願いすることだった絶対にいやそうだよね、明日までクリスマスだからね、明日食べればいいよね。そう思う。だしまあお菓子の家作ったんだからね、チキンとケーキがなくったってお菓子の家作ったんだから相当クリスマス感は味わったはずだよね相当クリスマス感だけは味わったはず。サンタもめっちゃ来てはずだから、まあお菓子の家ねまだあるよ。昨日ね屋根ちょっとと壁を一つ崩壊させました。あの壁のこっち側面の方の壁、あの窓とかドアとか書いた方じゃなくて、うちの側面の方の壁、何もしなかったところ、ただのクッキーですね、ただのクッキーと一枚と屋根ちょびっと食べましたけど、怖い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 。でもまだ冷蔵庫にいる、結構8割ぐらい残ってる、だいたいまだ家の形してる あのお菓子の家買いに行ったかも。え、そうだって私が買った時もあとラス1だったよなんかそのあれを買った3日前ぐらいに別の用事で無印に行ってて、その時にそのお菓子の家を見つけて、あ可愛いなって思ったんだけど、その時買わなくて買わなくて、でもあのいやこれすぐなくなっちゃうのかなって思って、あの次の次の次の日ぐらいに行ったらもうラス1で、あやばいやばいなくなるなくなると思って買ったから、そう
私が最後の1個買いましたなので売り切れてますめっちゃギリだった本当に。しかもなんかまるで誰かが触った形跡っていうか跡みたいな、置き方でやばいやばい、取られちゃう取られちゃうと思ってノエツの無印、あーそこでかいからね、ネット販売はないの？あ、そうなんだ。そうね、もうクリスマス終わるからね、入荷はしないだろうね。また来年ですね、うん、よかった、だから買えて、ほんとそう、だから見つけたらね、早く買った方がよかった、ね、だからよかった買っといて。しかもこんな風にさ、家からさ、ほぼ出られなくなると思ってないから、その時配信直前になったら買えばいいかって思ってたけど、よかった早めに買って、お家もね作れたからね。そうでも公園だからなんかあれかも、今年はあのなんだっけ、そうチキンとかケーキとかなかったから、あんまりクリスマス感はなかったです。ほんとサンタの衣装着て2曲追加でやったのがクリスマスっぽかった。あっでもですね、今日ねあのね、三村家からみかんもらったじゃあみかん食べよっかな、ビタミンビタミンビタミン取っておかないとね。じゃあみかん食べよっ全然クリスマス関係ないですけど、でもみかん食べようね。最近さ、なんかさ、みかんさ、なんだっけ、パリパリみかんって流行ってんの知ってます？見たことある？最近めっちゃ TikTok で流れてくるんだけどさ、なんか乾燥させるらしいんだよ、みかんを乾燥させると皮がパリパリになるらしいよ。クリスマスは確かに正月感すごい、正月感だわ。え、みんなさ、みかんはどうやって剥く？え、待って、聞きたい、みんなみかんどうやって剥く人？これ結構本当に人によるよね。あ、そう、冷凍したりとかじゃなくて、本当にただ剥いたみかんを乾燥させると、その皮が乾燥してパリパリになるらしいですよ。あ、下から、下、ここから剥く？へそって？下手から剥くと綺麗にって言うよね。下手の反対から、私はいつもどうやって食べてるかな、みかん。あ、私は、あ、じゃあやるよ、私のだいぶ変わってるかもしれない。まず下手じゃない方、下手じゃない方から割る割る、皮ごと。あ、全然綺麗じゃないんですけど、こっちの方がでかいんですか、まあ、いいよ。そう、私は、ね、割るで割る
割る、はい、皮がついた状態のまま4等分する。4等分して4等分してあのこのヘタ側からこうヘタ側からこうやって取る。その前にもうあのこのむずいむずい見せ方、もうここでまたもう一個に取る、くっついてる状態で一個に取ってからこっちからこうやって取る。割るのは新潟あるある、いやそんなことないんじゃない、白の取ります好きじゃない、一個ずつ食べるよ一個ずつ食べるよ、いただきます。うんふーん、うん、結構子供っていうほど子供じゃないかも、中学生高校生ぐらいからやってるかも、中学生ぐらいから中高生ぐらいからこの食べ方かもしれない。でもめんどくさいでもめんどくさいよこの食べ方、絶対普通に剥いた方が早いと思うけどね。でなんかそのヘタの方から取った方が白いのがさくっつきにくいって言うじゃないですか、でもくっつくよでもだってくっつくよ、白いのヘタの方から剥いたってさ、4等分してでこう取ってるわけですねこう取っているわけなんですけれども、作って普通にって思うけど、でもどうなんかな、意外とでもやっぱ普通に剥くよりは綺麗なのかな、どうなんだろう。えそう、それでもうこれを乾燥させる、乾燥させるっていうかね置いとくとなんかパリパリになるらしいんですよ。ちょっと試しに1個置いてみようかな。なんかね10分ぐらい置くだけで違うらしいけどね。じゃあ分かった、この子は20分今だった、じゃあ20分後に食べてね、間違った、嘘30分半になったら食べてみようかな、何が違うんだろう、分かる。えでもさ美味しいのかな、乾燥したみかんって美味しいのって思うんだけどなんかね、いやなんかもう本当にパリッパリにしたかったら一晩ぐらいこれで置くらしいんですよ。でもさ美味しいのって思うよね、ちょっとさ一晩もさこの皮むけた状態で置いたらそりゃ乾燥するでしょうって思うけど、美味しいのかなそれってあパリパリにして、あなんかね ASMR とかで今めっちゃ流行ってるんですよ、乾燥パリパリみかん、調べてみてほしい。うん、多分ね甘さがどうとかじゃないと思う、ただパリパリするだけだと思う。15分から30分放置するだけうん、多分音10分から15分放置するだけ
に味はね抜いてすぐの方が美味しいと思うよ多分だけど、うん、だって乾燥するんだもん、カワカワになっちゃうんだよ。でその辺でカワカワになっちゃうけど、でもそのカワカワになっちゃうのがパリパリして美味しい、美味しいパリパリするよっていうやつらしいんだけど、そう。でも皮がパリンとして美味しいよって書いてある。そう調べるとね多分出てくると思う。めっちゃそう、私 ASMR がさ大好きで、レンチンしたら、いやレンチンしたら爆発するんじゃない、やっぱ乾燥させなきゃダメなんじゃない。そう ASMR 大好きでさ、私さめっちゃ見るのね、めっちゃ見るんですよ。それで出てきたこのパリパリみかん、え大好き咀嚼音、毎日見てる毎日見てるよ。だから ASMR 見まくってる、本当に毎日、え一時期は本当に毎日寝る前に必ずなんか ASMR を投稿してるあのYouTuber さんとかって結構さいらっしゃるのね。で何人かこうチャンネル登録しててでもうその毎日誰かしらがあげるから、その毎日豆乳を飲みながら寝る前にいつも青汁をさ豆乳に混ぜて飲んでるんだけど、それを飲みながら毎日誰かが更新してくれた ASMR を聞いてから寝るっていうのが一時期あのルーティーンだった、もはやルーティーンでした。2年前ぐらいかな。そう毎日新作見てから寝てたのが2年前ぐらいで、でも1年前ぐらいからうん、そう、それはなんかなんでその時間にそれを見てたかっていうと、やっぱ夜お腹空くじゃないですか。お腹空くけどでもなんか食べないようにその ASMR の動画を見て音聞いて食べた気になって食べた気になってでなんか満足して寝ようっていう魂胆でそれを聞いて寝てた、ね、聞いてから寝るようにしてた。でも1年前からえ食べていっか夜中にお菓子とか全然食べるようになる1年前から。そうするとその ASMR を聞く意味がなくなっちゃって、最近はあんまり聞いてなかったんだけど、最近 TikTok はめっちゃ見てて、で TikTok にすごい流れてくるから、そう今まで YouTube でそうチャンネル登録した人の動画を見てたんだけど、もう今ね TikTok さえあればすぐさ見れるし勝手に流れてきたりもするから、最近またそれで見始めました。大好き、揚げ物の音とか大好き、サクサク。あとねミルフィーユ、違う違うミルフィーユじゃないや、ミルクレープ、ミルクレープ系の音も大好き。あの、ね、ミルクレープってこうさめっちゃ層になってるじゃないですか。それをこうフォークこうやって入れた瞬間にシュワ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 ってなるでもこう層がさ一個一個さぶつかっていくからシャ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 ってなるんですよとんかつキロと、あーいいいいいい。あとなんかねめっちゃチーズとか乗せてるとんかつ系大好き。あ
と私あれやってみたい、バター揚げバターの塊を揚げるっていう、何バター揚げドーナツみたいな。だから揚げてる間にバター溶けちゃうんです。最初は塊の状態でバターの塊を揚げるんだけど、揚げてる間にバターが溶けちゃうから、あの食べた瞬間にじわじわじわってバターが全部溶け出してくる。絶対熱いよね。でもめっちゃ美味しそうなの。それです、フライドバター。 HKT の新曲出たけど、ゆえるちゃんとか、ゆえるは全然会えてないです。でもゆえるの初選抜だからね。でめっちゃ聴いてるバケツバケツ超聴いてる。あ、声出ない。大粒の涙、タタ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 タM 見たよ。見ました、もちろん。今日もゆっくり自己紹介してなかった、名前呼ばれて覚えました、ありがとうどんな子があるのかしら、それいいわけなんかないけど、なんだかうまくいけそうな、全然声出てなくて笑っちゃうんだけど。改めてよろしくね。こちらこそありがとう。ST のライブでシャッピーやってくれました。ね、らしいですね。嬉しい。ありがとうございます。最近 NGT 全然やってないからは全然やってないから嬉しい、やってくれて。なかなかね、他のグループさんにやっていただく機会少ないからね。そうなんだ、しゃべぴね、しゃべぴ他のグループさんがやってくれることって初めてレベルじゃない多分だって NGT の曲をさやってくれることがまず結構少ないけど、まあ、やってもらってもセカオとかじゃない、結構 NGT の曲やるときマックスとかね、しゃべぴやってもらったの初めてかもしんない。割とそのなんていうの、他のグループとの交流が少なくなってからのリリースした曲だからつうか他のグループさんが知ってくれてるだけで結構ね、嬉しい。あ、エゴさんがソロで確かにやってくださってたことあった。髪型私意識してなねじりハーフツイしてたんだっけ。え、すごい、なんで知ってんの壁車かな、でも今の壁車は普通のハーフツインだ。壁車かなんでねじりハーフツイン、すごいよく知って。
みかん、ごめん、これは今剥いたやつ。あ、じゃあ比較する。ちなみに、あ、あー、なるほどね。ちょい皮、もうちょい置いた方がいい気がするけど、あんま多分今食べても変化ないかも。もうちょい置いてもいい気がする。確かに、ちょい皮だけど、まだ全然乾いてはない。もうちょっと置いてみよう。これは今むきみかん。うん、ちょっと確かに、うん、確かに。そんなこと言ったらさ、もう全部10分置いてるよって話じゃない。そうだよね。いや、そうですよ。そんなこと言ったらもうこれ全部10分前に剥いてるよ。この皮から実際剥いでないだけで。割ったのはもう確実に10分前。パリパリはね、まだしてないけど、確かに表面はちょっと乾いてきたかもって感じ。サンタでみかん、え、本当にもはやこれ私服のようにサンタであることを何も意味しないただの配信になって、とりあえずサンタ着てみたけどみたいな。オフのサンタ、オフのサンタみかん食べてんの。サンタの正月早いよ。気がまだあと1週間だけど、いや本当はさ、あれよ、クリスマスカラオケとかできたらいいよ。でもさ、できないんだって。できんのかな、あのバケツ歌った時点であんな感じだったけど。あー、ありがとうございます。ありがとう、中井勝弘さん、ありがとう、ありがとう、中井ありがとう、公園も来てくれてありがとう、たかさんもありがとう、仲いい、ありがとうございます。27はね、まあ多分大丈夫だと思う。さすがにね、さすがに治ってると思うよ。みんな喉心配じゃん。でもやりたいん、カラオケ配信、せっかくのイベントなのにもったいなすぎるよ。今バケツ歌える人なかなかよ。私はバケツ歌えるのに、こんな喉じゃなかったら。喉じゃなかったらバケツ歌えるのに。無事に帰ってこました。あ、よかった、ありがとうね、来てくれてよかったです。魅惑のキャンディーボイスです。まあね、でも言うて4公演やってる喉ですからね。そうね、今日はやめとこうね。明日には声出てるかもしんないしね。そうしよう。だって明日もまだクリスマスだから、クリスマス曲明日歌ってもまだ大丈夫だよね。明日歌おうね。じゃあね、分かった。じゃあ今日はもうサンタの正月ということで。ふふふ、
いやでもそうだよね、声出たよね、だいぶこの4公演で。だいぶ声出るようになりましたから。失礼。そう、咳がね、もうこの咳なんだよね。ガッサガサの咳がね。何時間、そう明日の時間決めなきゃなんだ。まあでも終わってからでもいいか、終わってから決めようかな。でも明日もさ、一旦朝やらないと、そっからもうずっとお仕事だから、朝と夜しかできない。明日横になるとしたっけ。そう、なんか本当にさ、私今日の朝さ、朝苦しくて目が覚めた。朝まだ目覚ましで起きる前、なんか寝てる間にめっちゃ多分咳してて、知らない間に、そう寝てる間に咳してたみたいで、朝咳しすぎて苦しくて起きた。ステージに空気清浄機みたいなね、あった、わかる、下手側に見たことない機械が置いてあった。多分空気清浄機みたいな。全然みかん乾かない。全然みかん乾きません。もうね、食べちゃった全部。あ、全部じゃない、2個以外、2個以外全部食べちゃった。昨日からあったかも。うん、昨日からあった。換気休憩ない代わりに怒られた。いや、というよりかは普通に体調不良のメンバーが多すぎて置いたのかな。どうなんだ。そうね、でもさ、今日はさ、とっておきでさ、とっておきクリスマスでさ、下手側の花道に行けたの。結構でかかった。そう、いつも通常公演だとさ、あんまりあの花道が行かないからさ、行けて心に太陽なのよ。行けて心に太陽だから、今日とっておきで下手の花道行けたのめっちゃ嬉しかった。嬉しい、やっぱ花道近くていいよね、みんなとの距離が楽しい。花道大好き。そういう時に限って席が上手なんだ。え、でも近くだったよね。うん、めっちゃ楽しかった。めちゃ楽しかったね。めちゃ楽しかったね。花道、そう、心に対応、花道行くけど花道までは行ってないの。花道の手前までしか行ってないから、今回の公演で初めて行けて嬉しい。昼夜の間、夜はいい席でって言ってもらったわけで、あ、よかったね、よかったよかった。よかった、楽しかった、こちらこそありがとう。花道の前だったのよかった。それは嬉しい、ありがとう。そうなんです。
昼は日向さんとペアダンス、夜はななみとペアダンスでした。そう、でもとっておきだったんですよね、今年のクリスマスソングはね。アナクリもびっくりびっくりだけど。アナクリもびっくりだけど、とっておきだったね。そう、ノエルではなかった。ノエルではなかった。いや確かに10人でノエルやったらちょっと暇すぎるからな。でもさ、もう一個あるじゃん。テレテンテンテレレレンテレレンテレレンテンテレレレンテレレン、街のイルミネーションは光の花よ。これ何？あ、クリスマスがいっぱい。そうだ、メリメリです、通称メリメリクリスマスサイレンナイ。あ、でもこれもね、紛らわしい。この振り一生覚えられない。メリメリクリスマスサイレンナイ、あなたに会いたい。メリメリクリスマスホーリーナイ、特別な夜に。ねえ、やっぱクリスマスの歌歌いたくなる、やんない？あと15分しかないけど。あと15分しかないけどやんない？ 15 分ならできない？せめてじゃあ今日やった曲だけとかどうよ。せっかくサンタ来てるしさ。いけるいける、大丈夫。これで声がすがすだったら、ちょっと待って、いや、アナクリは一人では無理だわ。一人で歌うもんじゃないし、そもそも。がそもそもさ、カラオケにあんのかな。とっておきクリスマス。でもさ、知らんよね、歌詞2番とか聞いたことなくない？聞いたことなくない？2番って。じゃあ分かった、1番だけにしよう。今日やったところだけ。フルはちょっと分かんない気がするんだけど、うん、一回やってみよう。え、いけた？みんなが一生懸命止めてくれてるんだけど、申し訳ないね。悪い子だ、言い出したら
やるかい。いけちゃった。いや、そう、本当にここめっちゃ大変だったんです。れいちゃんとこうやってくぐって抜けてたから、ちょっと DMM で打ってたら見てほしい。見てほしい。めっちゃ頑張ってたから。みかんができてる。あ、確かに。みかんでじゃあ水分補給しますね。正直そんな変わんない。あ、せっかくイヤホンつけてるから、おいしそうなのしなくて。いや、絶対に何も変わんないと思う。ただのみかん。全然パリパリじゃない。いい意味で、ジューシーです。普通にめっちゃ美味しいみかん。ちょっとね、乾燥はしてるけどね。普通に美味しいみかんでした。美味しい、ありがとう、三村家。美味しいみかんでした。これさ、もう一曲やったらもう時間ないよね。そんな時間はないですね。ねえ、大好きなやつなかった。なかったよ。クリスマスがいっぱい。
なかった。メリメリやりたかった。メリーメリークリスマス、やりたかったな。メリメリ残念なかった。ノエルはあるよ。じゃあ明日はクリスマスソングをやろうね。予約したクリスマスあるよ。ほんとね、何があったんだっけ。予約したクリスマス、ノエルの夜、とっておきクリスマス、アナクリ今日の曲ならあった。今日の曲ならありました。アナクリ、なーにも話さなくても。あんなにさ静かなソロ歌ったことない。なんか今回の公演結構まあソロ多いけど、今日、あでも今日負けぐらい静かだった今日負けぐらい静かだった。何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。これいい曲、普通にね。そう、あれはね、なんか振り分け、歌パート振り分けパート振り分けはなんか勝手にされてました。もう歌詞歌割りがポンって送られてきて勝手に決まってた。僕らの制服クリスマス歌えるようにしておくね頑張って覚えよう。いやそう、でもやりたくて、実は何日か前からお風呂で流してた、ずっと。もうさ最近さドラマがみんな最終回迎えちゃってさ、最終回迎えちゃって、もうあのお風呂で見るものなくなっちゃったから音楽流してて、いつもで絶対にクリスマスカラオケをしたかったから、クリスマス曲を覚えようと思って。僕らの制服クリスマス何回か流してたんだお風呂で、実はね。じゃあ明日やるねガスガスの声だったらごめんねマフラー使って、あマフラーあるよ、新しいマフラーがうちに、何回かしか使ってない明日じゃあクリスマスカラオケ今日は一曲だけ。あーグレンチェックのマフラーじゃない、全然真っ白けっけなマフラーしか持ってないですけどね。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。じゃあ明日ねよし、ランキングを読みます。13位かやとさん、ありがとうございます。12位むんちゃんさん、ありがとうございます。11位かつひろさん、ありがとうございます。10位たかさん、ありがとうございます。9位みーさん、ありがとうございます。8位よしーさん、ありがとうございます。7位ほしーさん、ありがとうございます。6位ゆきさん、ありがとうございます。5位さくさくさん、ありがとうございます。4位すーさん、ありがとうございます。3位しじゅうからさん、ありがとうございます。2位てるはやさん、ありがとうございます。1位がさん、ありがとうございます。ご褒美ありがとうございます。ありがとうみんな。もう4日目が終わってしまうよ。4日目だよね、4日目だ。
もう4日目が終わってしまうよ。はあ、よく公演と乗り切ったねよく公演と乗り切りました。本当にもうそれだけで、それだけでいいですそれだけでいいです。今日はもう今日はもうそれだけで十分なぐらいいいです。ありがとう、本当にみんな、みんなのおかげで頑張れたよ、全部ありがとうございます。5日目か、早いね。やばい、あと2日で終わりだって。めっちゃ早い。頑張ろうね、残り2日。まあ私はただ楽しむだけなんですけど私は楽しむだけなんでね、楽しんでたら勝手に終わっていくんですけどみんなは大変だろうからみんなが大変だろうから頑張ろうね最後までお願いします。残り2日私は楽しんでるだけで勝手に終わっていっちゃうんです、どんどんサンタさん来るかな、サンタさん来るかな家にサンタさん来るかな、家まで来た。